ブレーキ効かねー。皆さんこんにちは。今日は石のサーキットに来てるよ。今日はスポーツカートのテストの依頼があって、2台の比較とセットアップを担当するよ。実は普段メカニックをやってもらっている。富士健が仕事でスポーツカートのレンタルをしているんだ。今日はその富士健所有のスポーツカートのテストだよ。朝から雨が降ってしまってあいにくのコンディション。タイヤの履き替えめんどくさいしドライタイヤで行くか。一応メカ富士健には聞いておきました。飛ぶかもしれませんけどいいですか？いいよ、簡単には壊れないし。この車たち幾度となく厳しい事故してきてるから、笑い。あ。じゃあ遠慮なく。うわー。すまん、富士健。すまん、富士健。その後の走行は異常なかったから、許して。ごめん、飛んじゃったって報告したら、全然いいよって言ってくれた富士健。富士健優しい。そんな優しい富士健に、感謝を込めて、お尻ツンツンしよ。富士健も嬉しそう。もみちゃん、人の喜ぶことするの得意なんだ。だからもう一発。またもや嬉しそう。我ながら、人を喜ばせる天才だね。時間を巻き戻して朝一。ようけ滑りますなぁと思ってタイヤいつのですか、と聞いたら、去年のらしい。触ったらカチカチだし、そやグリップしませんわな。おまけにスポーツカートって結構重いんだね。150キロくらいあるんだって。スピードは出ないけど止まらないから、結構マシンコントロールの練習にはなるんじゃないかなぁと思ったり、スピードが出ないってところはいいね。飛んでも大したダメージにならないからリスクが少ない。だからガンガン練習できる。そういうところも入門クラスとしてはもってこいなんじゃないかな。もみちゃん的にも物足りない感じもないし、すげえ楽しいと思ったよ。次は、この日仲良くなった少年に、一緒に走って、と言われたので一緒に走るよ。とは言っても彼はティアジュニアクラスで、もみちゃんはスポーツカートだから、ついていけるか正直よくわからないよ。さて出発。やっぱストレートでは置いていかれるので、頑張ってコーナーで稼ぐよ。つてももみちゃんの方が重いからどこまで稼げられるか。ん？コーナーでは少しアドバンテージあるかも。ちょっと頑張ってみよう。接近するけどやっぱパワーが、この離れ方である。この少年はまだ始めたばかりで、頑張って練習していたよ。この日は230周走っていたよ。始めたばっかりの頃はとにかく走行距離を稼ぐといいよ。この少年もこの練習量を続けられればきっとすぐに速くなると思うよ。周りのライバルたちもうかうかしてられないね。この日は2台持ち込んだんだけど、それぞれ比較しながらセットアップを進めたんだ。まずは18号車。この18号車はもともとハンドリングが良くて、どちらかというと若干オーバー気味にセットアップをしたよ。もう1台の17号車に比べると、ブレーキングでのスタビリティは少なくて、どちらかというと中級者向けにセットアップしたよ。耐久レースで安定したタイムを出すには、中級者であるならばこっちの18号車の方がいいかな。フロントがしっかり入ってくれるセットにしたから、
そこまで強いブレーキングを必要としなくて、楽にコントロールできるよ。ブレーキングを踏む必要がない車にしたので、逆を言うと初心者には難しい車になったよ。次は17号車。この17号車は、初心者向きにセットアップしたよ。とにかくしっかりとブレーキを踏めるように、ブレーキング時のスタビリティを強くしてあげて、アンダーステア傾向にセットアップすることで、初心者の人でもスピンしないでレースを走り切れる仕様にしたよ。逆を言うとアンダーステア傾向にしたから、若干曲がりにくい傾向であるよ。だから、しっかりブレーキを踏めない人にとっては、扱いづらいかもしれないね。以上、17と18号車の味付け紹介でした。ちなみに、17号車と18号車ではタイム差はそこまでなくって、17号車のベストは42秒57、18号車のベストは42秒55だったよ。この間のスポーツカートのレースでは、決勝ファステストが42秒4だったから、雨上がりの路面、去年のカチカチタイヤであることを考慮したら、戦闘力は十分あると思うよ。この車両なんだけど、もし乗りたい人がいたらこんな価格で乗れるみたい。もし、カートを体験したいとか、レースに挑戦してみたいとか、モニちゃんがセットアップしたカートに乗ってみたい方がいたら、概要欄に問い合わせ先を書いておくから問い合わせてみてね。カートの入門にぴったりだと思うし、そこそこスピードも出るからスリルもあって結構楽しいよ。仲間を集めて1日借りてみてはいかが、そうすれば安いしね。さて、少年とやっと近づけた。ここまで長かったなぁ。なんとか意地だけ見せたいが。コーナリングで詰めて。いけるか。いけねえ。やっぱりこのスペック差では追い抜けなかったぁ。モニちゃん乾杯。さてさて最後はノンストップ1時間のロングランテストするよ。この日は結局一人で250周走りました。でも、全く疲れないからそこはちょっと物足りない。ただ、そういう面でも入門にはぴったりだけどね。15分経過。30分経過。そして、事件は45分経過時点で起こった。安定してラップを刻み、車速が80キロを記録したその時。あ、ブレーキ効かねえ。うわー。とっさにステアリングだけでなんとかスピンモードにしてセーフ。いきなりブレーキ抜けてびっくりした。なんか奥の方でわずかにかかるな。ゆっくりなら自力で戻れそうだ。しかし、もみちゃんがテストしている時でよかった。これが初心者の人が乗っている時だったら危なかったかも。この後、富士県にはしっかりブレーキオーバーホールしてもらったから、みんなには安心して乗ってもらえると思うよ。もみちゃんは過去に時速110キロで3回ブレーキ壊れているけど、すべて無傷で切り抜けてきてるからこんなの朝飯前だよ。もはやブレーキ故障のプロだよ。あー今日も無事に練習できてよかった。それでは今日はここまで。今日の動画が面白かったら、ぜひ、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。